ニューヨークのサウスブロンクスインナーシティとは、大都市の都心周辺に位置し、住宅、商店、工場などが混在する低所得地域のこと。都市の内部にありながらも、治安悪化によりその都市全体の市民との交流が隔絶された低所得世帯が密集する、近隣住区、都心近接低所得地域。語義で見ると、都心を中心とした、同心円状構造に都市を、 単純化してみた場合、都心とその周囲がインナー式となる。第二次世界大戦後のアメリカの大都市では、アーバン AK が顕著となり、ホワイトフライトにより、都心に残された黒人を主体とした低所得層の住環境の悪化が社会問題となった。これを遠回しな言い方で、インナーシティ問題と呼ぶようになった。都市問題としてのインナーシティでは、 都心部をインナーシティと定義せず、都心と郊外に挟まれた都心近接の地域を指すことが多い。一般に都市はそれぞれの地区によって機能分担がされているが、インナーシティは機能分担に関係しておらず、孤立した地域となっている。自然障壁のない徒歩移動のみの同心円状放射状道路都市モデルを設定した場合、中心部が最も地価が高く、 周辺部に行くにつれて地価が安くなり、中心部は業務、商業地、周辺に行くにつれて、高所得世帯から低所得世帯へと連続的に変化するが、インナーシティはこの地価の連続変異性とは無関係に中心部に接して存在する地価の安い、島上地域として認められ、低所得世帯の集中地域として定義される。スラムは、 都市のどこにあるかという地理的な意味を含まないのに対し、インナーシティは都市の内部、特に都心近接という地理的な意味合いがある。インナーシティは地理的に都心に近接しているため、都心の業務地や居住地の拡大傾向に伴って再開発が実現すると大きな富を生み出すのに対し、郊外立地型のスラムの場合は、そのような経済的インセンティブが働かないため、行政や NGO などの手が伸びないと放置される傾向がある。インナーシティは世界各地の都市で見られる。都市の代償に依存して、インナーシティの代償が決まるものではなく、その国や州などの政策、都市の歴史、産業構造、不景気などによって発生する。また、都心近接の低開発地域が必ずしもインナーシティ化するわけではなく、都心近接高級住宅街が、 インナーシティ化する例もある。先進国における大まかな発生基準は二つある。一つ目は、都市内の機能性地区が様々な理由でその機能を失って低所得地区となり、治安悪化とともに孤立したインナーシティになる場合で、都市内の工業地区や商店街が時代の変化についていけずに取り残されることによって発生する。二つ目は、都市内において 住環境が悪いために低家賃な地区に低所得な移民などの新住民が大量に住み着くことで地区の遅延性や住民の交流が崩れてしまい治安が悪化してインナーシティになる場合である低所得地区であっても機能性や遅延性が維持されるとインナーシティになりづらいなお都市住民のほとんどが低所得である近世近代都市では 庶民の所得格差があまりないためインナーシティ問題は起きづらい。しかし産業発展で中産階級が増大すると低所得から抜け出せない地区が発生し、ここに治安悪化が重なるとインナーシティとして取り残される。アメリカ合衆国やイギリスでは工業との関連でインナーシティが発生する場合と低所得な移民が集中してインナーシティ化する場合が見られる。 都心近接工業地、すなわち都市が現在ほど大きくなっていない時代の都市郊外に設置された工場は自家用車や公共交通機関が未発達であるため多くは工場に近接して労働者の集合住宅が建設された。工場の景気が良かった時代にはその工場も都市の膨張過程の中で都市内部に包含されていき都市内に工場が存在する形になった。 しかし、時代の流れで、構造不況に陥ったり競争力がなくなったりして、廃業してしまうと、工場労働者が失業して、その集合住宅は失業者ばかりが住む低所得住宅に急変する。また、都心近接工場が発展のために、さらに郊外や他都市に移転した場合、労働者全員を一緒に郊外や他都市に連れて行かずに、 能力の高い者だけを連れて行ってしまうと、その集合住宅は再就職の困難な者ばかりが住む低所得住宅に急変する。このような経緯で低所得者の集合住宅が発生すると犯罪が多発し始め、それが周囲にまで波及し、地域一帯がインナー式となることがある。この場合、工場労働者が移民、移住者で占められることが多いため、その工場が どの移民、移住者を受け入れたかによって低所得化住宅の住民の人種構成は異なる。アメリカの場合は時代的に南欧、東欧からの白人移民や南部からの移住国人の場合が多い。インナーシティ化で住民がさらに低所得な住民に入れ替わる場合もある。アメリカの場合、移民を大量に受け入れてきた歴史があるが、家を日本人、韓国人、イタリア人、 ユダヤ人などは農園の労働者として移民する一方、都市部の低野賃地域で集中する場合もあった。彼らは都市部では第三次産業に従事したり、補助的な組織で就職あっせんをすることで、その地域が荒廃を免れている例が多い。一方、民族的補助組織がない南部からの黒人移住者やその他の移民たちの場合、 その時代時代の低野賃地域に集中するが、就職口が見つからずに犯罪に走る場合もあり、低野賃地域がそのままインナーシティ化する例が見られる。このような地域は、アメリカでは、ゲットーと呼ばれ、教育や福祉を受けられずに、そのまま低所得階層として固定化してしまうことが多い。低野賃地域は、治安が悪いから、 家賃が安くなっているとは限らず、ニューヨークのハーレム地区のように、元は高級住宅地として建設されたが、供給過剰と地下鉄延伸の遅れのために、不動産価格が下落して低家賃地域となり、ヨーロッパ系移民が住むようになり、その後黒人が住むようになって、最終的に荒廃してしまった例もある。フィンランドのタンペレのインナーシティ2012年、ヨーロッパ大陸の場合、 集落が大きくなって統治者が現れると、街を取り囲む城郭を建設して、城郭都市となる例が多いが、その場合、その城郭の内部との交易や、商売のために、城郭外に移住者が集まって、低所得地域を形成したり、ユダヤ人などを城郭外に住まわせたりした。城壁の外が大きくなると、さらに外側に城壁が作られ、低所得のアウターシティが、 内部にに包含されるることになるパリでは、このような都市拡大が何度も繰り返され、城郭内に、いくつもの低所得地域が含まれることになった。そのため、パリにおける、インナーシティは、市内に内包されてしまったその時代時代の縄文の周囲に形成され、現在まで続いているところもある。ただし、それらインナーシティのうち、 現在治安が悪化しているのはサンドニモン周辺など一部であり、それよりも風俗営業店が多い地区やターミナル駅周辺の方が治安悪化が激しい。また最近ではフランスの旧植民地からの移民が多く住む郊外の集合住宅の治安悪化が見られ、アメリカ・イギリスとは異なった都市構造となっている。 オーストラリアの二大都市であるシドニーとメルボルンは1850年代から1860年代にかけてゴールドラッシュがあり移民が大量に流入したため低価格の集合住宅、テラスハウスが大量に供給された。現在、これが両都市のインナーシティを構成している。これらの住宅は地区150年を超える老朽化しているため貧困層が集積している地区も一部あるが、 歴史的価値や交通の便の良さが見直されて、高級住宅に改装されて高額で売りに出されることも珍しくなく、住環境は良好である。一般的にオーストラリアのインナーシティはアメリカのような社会問題にはなっていない。中国の場合、王朝の首都が城郭都市として建設されたが、もともと広大なものであったため、低所特層も城郭内に住んでいた。 現在にも残る、そのような地区は日本の下町のようになっており、犯罪の多いインナーシティのようにはなっていない。高度経済性長期に三大都市圏を中心に金の卵として農村部から大量に集団就職があったが、終身雇用性及び産業構造変化で人員整理が必要になった際の再就職圧線のおかげで、これらの層が インナーシティ形成のもとにはなっていない。また、欧米諸国の高度成長が移民族の移民によって支えていたのに対し、日本の高度成長は日本人が支えていたため、遅延がない移民族の移民によるインナーシティ発生基準は見られない。現代日本の大都市部の低所得地区は、被差別部落、在日韓国、朝鮮人集中地、日雇い労働の寄せ場周辺。 第二次世界大戦後の引き上げ者集中地、沖縄県出身者集中地などがあるが、治安悪化でインナーシティ化しているのは、安定就職が得られない日雇い労働の寄せ場周辺である。これは、東京都、大阪府、京都府、横浜市、川崎市で顕著である。また、就寝雇用制が崩壊し始めた1990年代後半以降、 工場の移転で労働者が取り残されてインナーシティ化している例が大阪深真市や地方都市に見られアメリカ・イギリス型のインナーシティ発生基準も見られるようになった。中心部商業地がシャッター通りになってしまったり地方都市の中心部や大都市の近接郊外に存在するデパートや旧式のショッピングセンターが廃業してしまったりすると廃墟となった建物が破壊されたりして 治安の悪化が進んでしまう。そこから周囲がインナーシティ化してしまうことがあるので、現在、日本各地で空き店舗対策がなされている。基本的には、自治体主導で空き店舗の賃料減免により、新たな借り主を探しているのだが、うまくいっていない例が多い。そのため、都心回帰の名のもとに、一帯を再開発ビルやマンションに建て替える例が、見られる。バブル経済期以降、 日本には外国人労働者が増えた。それらのうち第二次産業での労働者として中南米出身の日系人や第三次産業で働く韓国人、中国人は集中する傾向が見られる。地域住民との圧力が生じている地区もあるが、彼らが持ち込んだ異国の文化が注目され、観光地化している地区もある。遅延がない低所得者が集中すると、 インナーシティの発生派8となってしまうので、住宅団地や公営住宅を建設する際、世帯所得が均質になるのを防ぐ試みがなされている。公団住宅では、同じような間取りだが、所得の低い世帯には家賃を下げて住まわせ、中間層以上には家賃減免がない。一方、民間集合住宅では、日当たり見晴らし、床面積などである程度の幅を持ってはいるが、 均質な世帯所得層が住む傾向が見られる。また、遅延のない人々が集まる集合住宅は、住民の所得の肯定に関わらず治安の悪化を招くことを防ぐため、コミュニティの創生が図られ、自治会を結成し、問題発生に素早く対処をとっている。高所得世帯の集合住宅の場合は、自治会よりもセキュリティの強化により治安悪化を防いでいる。 産業革命後の欧米先進諸国の都市では人口の多くが低所得な労働者で占められるようになり集合住宅の狭い部屋に多数の人が住んでいたが下水道が発達していない劣悪な環境のため伝染病が多発していたそのため王族や富裕層は都市郊外もしくは都市から離れた田園地域の広大な土地に大邸宅を建てて住むようになった 近代化の中で貿易や重化学工業等で富を得た新富裕層も王公貴族の例に倣って郊外や山抜地区に大邸宅を作って住むようになった。第二次世界大戦後アメリカで中産階級が拡大し国民の多くが低所得から脱却すると全世代の貴族や富裕層を模倣して生活環境が劣悪な都市部から 環境の良い,い郊外の庭付き一戸建てに住み替えるという住宅革命が起こった。これは安価な自家用車の普及や公共交通機関の発達、都市高速道路の発達という交通インフラの整備に大いに依存している。また、都市近郊の双束三分の田園地や丘陵地が住宅地開発で莫大な富を生み、さらに住宅建設に関わる産業の発展にも寄与するため、 資本主義における産業発展、内需拡大策として以降他の資本主義諸国が次々と模倣した。このように他処分所得が増えた世帯が郊外に次々と移住する傾向は富の郊外化を生み郊外にロードサイドショップや大規模ショッピングセンターを立地させる動機となった。また郊外と都心をつなぐ都市高速や近郊列車の設置は 郊外居住者に都心周囲の劣悪な住環境地区を飛び越えて都心に通勤することを可能にし、都心周囲の低所得地区に対する政治的興味を低下させた。一方、都心周囲の富の低下は、都心周囲の地下、家賃下落に拍車をかけ、インナーシティの発生派鉢となった。このような都市構造の変化は、北米の大都市で顕著に起こったため、北米の大都市の都心周囲には、 大規模なインナーシティが形成された。なお、大都市部で郊外移住できたのが白人に多かったため、人種主義と関係づける論者が見られる。日本では都市は統治者とその家来、及び職業集団が集中して住む地区として発展したが、江戸時代の3都では飢饉が起きるたびに営農を放棄した元農民が集まるようになって、 都市住民のほとんどが低所得である、近世型大都市となっていった。これら庶民層は下町を形成したが、住民のほとんどが低所得であるため、地域から隔絶された、インナーシティの形成は見られなかった。また、鎖国政策をとっていったため外国由来の、伝染病発生が少なく、上水道の整備や下水の有効活用により、都市が清潔であったため、低所得者が、 住民のほとんどであっても清潔な大都市となっており、欧米のような富の郊外化は見られず、徳川将軍家や大名は江戸に住み、天皇は家に住むことができた。明治時代まで牛馬の肉を食べる習慣のなかった日本では牛馬が死ぬと食べずに解体処理をしていた。きちんとした処理をしないと、人畜共通の伝染病が都市に蔓延するため、その仕事は 被差別部落の専業の一つとなっていた。すなわち、部落は都市の伝染病対策という機能を担っていたため、都市近接郊外に設けられることが多かった。部落が都市内に存在しないため、インナーシティとなることもなかった。なお、牛馬の解体で出た牛川のなめしで莫大な富を得る部落も多かった。日本において富の郊外化が始まったのは、 幕末の開国以後である。当時、コロリと呼ばれたこれらの蔓延により、外国貿易や食産工業、布国共閉策で富を得た富裕層が山の手に住むようになり、高度経済成長以後はアメリカ型の住宅革命を手本とした公害化が進んだ。インナー式となった地区は都心に近接していることが多く、治安の改善や住環境の整備で、 高級住宅街に変化させることができる。また、インナーシティ化した地区は、地価が安くなってしまっているため、安価に入手した土地を高級住宅街にすることが、できれば、莫大な富を得ることができる。そのため、北米の大都市では、ニューアーバニズムと呼ばれる思想的運動と、経済原理が合致して、次々とインナーシティの再開発が行われている。思想的意味合いでは、住居、 商業、オフィス、レジャー施設をそれぞれ歩ける範囲内に供給し、道路のための土地を削減し、大量輸送手段の効率化を進めようとしている。これは、ヨーロッパで成功例がある都市中心部再政策の模倣である。ヨーロッパでは、路面電車と中心部のトランジットモール、郊外のパークライド用駐車場、そして安価な公共交通定期券の組み合わせによる、 都市システムとして成功例が見られる。ヨーロッパのシステムでは住民の移住のいらない交通システムの変革が都市システムを変化させるのに対し、北米の場合は経済システムであるためインナーシティの現在の住民を立ち抜かせて再開発するのが前提となっており、かなりの違いがある。ニューヨーク市のサウスブロンクスなど、かつて犯罪の創屈として知られた典型的な インナーシティでは、こうした都市の再構成で再生を図る動きが見られる。日本では、近年、都心回帰と言われる現象が起きている。この場合、高層マンションの開発をベースにしているが、その用地は、海岸を埋め立て地、企業の社宅アート地、都心の低開発地区などである。日本の場合は、低開発地区の治安が悪いわけではないため、インナーシティの再生とは異なる。 また、日本の低開発地区は、持ち家率が高いため、地権者でもある住民は、再開発マンションの住民に移行することが多い。また、ニューヨークの総合地区のように、都心近くの荒廃した地区に、芸術系の若者が集まって、住宅や倉庫跡の改修が進み、最終的に高所得のエリートが占領するようになるような、ジェントリフィケーション現象の起こった場所では、 インナーシティは洗練された地域というイメージになることもある。芸術家やミュージシャンらが地下の安いインナーシティ地域に住み、関心のある若者が遠くから集まることで活性化が始まるが、従来からの住民との間には摩擦を生むこともある。最終的には、この活気に注目した開発業者が高級住宅や高級店舗を展開させ、地下の高騰により若者も従来の住民も、 追い出されてしまうことが多い。一方、地域再生運動の中で、住民同士のつながりを作り、地域の歴史に関心を集めるため、芸術家による住民と共同での作品制作や、ワークショップなどの芸術活動が使われることもある。日本で、比較的早く、インナーシティ問題に取り組んだのは、神戸市であった。かつて地方からの移住者や在日韓国。 朝鮮人などが密集して、重工業や中小工場に従事していた長田区や兵庫区において、造船業や港湾の人員削減など産業構造の転換で、活気が失われインナーシティ問題の発生が始まっていることが1980年代後半から認識され、活性化のための施策が行われた。この中には、丸山地区、間野地区での住民主体の地域再生運動や、 これら地域を通る地下鉄海岸線建設といった大規模公共工事までを含んでいたが、当時の神戸市の施策にはインナーシティ問題を認識しながら、埋め立て地や丘陵地のニュータウンに住民や産業を誘致することに一層の重点を置くような矛盾があった。神戸市を直撃した1995年の阪神・淡路大震災では、これらインナーシティ地区に人的被害が集中した。一方、 住民主体の再生の模索が進んでいた地域は比較的被害が少ないなど住民の参与によるインナーシティの再生がコミュニティの維持や災害などに対する安全性の強化に資する面が大きいと言える。インナーシティ問題への取り組みとして1980年にエンタープライズゾーンの政策を実施した。都市内部に自由な港を作るという発想で、 当初ロンドン東部のドックランド地区など11の事業地域を指定し、ゾーン内での開発に対して、固定資産税の減免、加速償却などの法人税の減税、開発規制の緩和などを実施した、インナーシティ問題を抱えている都市には次のような例がある。セントルイスのインナーシティ、ノースカウンティ2006年。ありがとうございます。